こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ今日はですね、早速ですけど、ロフストランド杖。ね、ちょっと難しい名前ですけど、見たことある方は結構多いんじゃないかなと思います。ちょっと特殊な形してますけど、まあ、この杖の使い方ですね、適用であったり、調整方法だったり、まあ、この杖独自の特徴なんかも説明していきます。で、最後にね、ちょっと歩行だったり段差の解除方法ということで、まあ、ロフストにとら関係なく普通の一本杖なんかの時だったり、杖とか関係ない時の、まあ、歩行だったり段差の解除方法をね、つき方どうやってついたらいいかとかも、間々でね、お話できたらいいかなと思いますので、ぜひ、最後までご視聴ください。お願いします。はい。でこのヤシの木チャンネルでは基本的にこういったね、福祉用具の紹介であったり、介護技術のね紹介をさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあ早速ロフストランド杖なんですけど、なんか変なややこしい名前ですが、これはなんでこんな名前なんですか？これはあの AR ロフストランドジュニアさんが命名されたらしく、そういう名前になったと。なるほど、外人さんが作った杖ですね。なのでそういうややこしい名前になってるみたいです。はい。でですね、これも介護保険でね、レンタルもありますので、1本、介護保険1割負担の方で100円程度で、レンタルできます。はい。まあ、その業者にもよるとは思うので、まあ、ぜひ確認していただいたらいいかなと思います。じゃあ、これのね、特徴ですけど、まあ、見ての通り、この上がいらないというか変な形してますよね。ここ輪っかがついてるんですけど、まあ、ここに腕を通して使う杖です。これがなかったら、普通の、まあ、その辺で見る一本杖、俗に言う T 字杖って言われるやつですね、と一緒にはなるんですけど、なんでこれがついてるかっていうと、まあ、この適用の部分にもなるんですが、手の力が弱い方が結構適用になります。まあ、握力が弱かったり、あとね、杖ってなるとどうしてもここの腕の後ろの筋肉でこうついたりもするんですけど、これがね結構できない方、力が弱くてこうできない方っていうのにこの杖が適用になります。まあ、どういうことかっていうと、ここに腕を通してここ持つとこ持っていただいて、この状態で体重をかけるとですね、もちろん手のひらはかかるんですけど、それプラスここ前腕に多少体重がかかるので、こことここ2点で体重を支えることができるので、手の力がない方にも有効的に使えるかなと思います。結構ね、見かけるのは両方持ってる方と、あと足ですね、結構あの脊髄損傷とか、子供の頃からの脳性麻痺だったりとか、そういう方が、まあ、両足に装具をつけながら、両手に杖を持ちながらこういう形で歩かれてる方って結構見かけるんじゃないかなと思うんですけど、これの特徴としては、そのね、まあ、基本的にはね、肘は曲げて使っていただいた方が安全なんですけど、これができない方でも、このこれをやるとね、結構肘痛めたりもするんですけど、こうしないと歩けないっていうケースもあるんですよ。肘を完全に伸ばしきる、そしたらもう筋肉じゃなくて骨で支えることになるので、まあ、肘自体はね痛めやすいんですけど、まあ、骨で支持することによって力がなくても支えれると。でもこれはこの輪っかがないとできないことなんですね。この輪っかがないと肘を伸ばしきるともうグラグラして危ないので、この輪っかがあるって2点で支えれるからできることです。で、ここでしっかり両こう肘を伸ばしきってでも支えれるっていう杖になります。なので適用としては、まあ、脳梗塞肩麻痺の方もそうですし、脳性麻痺の方でもそうですし、あとは脊髄損傷でね、握力まで弱っているような方もそうかなと思います。で、高さ調整ですけど、前の松葉杖と一緒で、足の小指から横に 15cm で、そこから前に 15cm、 まあ今画像に出てますけど、ここですね、ここに合わせてください。で、その状態で、手をね、こうダランとした時の手首の骨の出っ張りですね、ここですね、ここに合わせると、大体の高さをこれぐらいに合わせる、ちょっと今低いですね、だからね。で、ここで持った状態で、肘が若干曲がっているような状態、まあ、あとここ目安の一つは大臀趾、骨の出っ張りですね、ここに合わせてもらってもいいかなと思うんですけど、で、その状態で肘がちょっと曲がっている状態に支える、合わせるのが一番いいかなと思います。で、あとこの輪っかですね、この輪っかの高さももちろん調節できるんですが、ここは肘のここですね、一番出っ張っているところからだいたい5センチから7センチぐらい下ぐらいに合わせます。で、まあ、実際持ってもらって力がこう一番入りやすいところにね、あとは合わせてもらったらいいかなと思うんですけれども、まあ、それぞれね、力の入りやすいポイントっていうのは人それぞれあると思うので、そこで合わせてください。
大体の目安は肘の下から大体指3本分ぐらいがちょうどいいかなと思います。というのが、まあ、この杖の調整の仕方ですね。ということで、まあ、最後ちょっと歩行のやり方と、まあ、解除の方法までちょっと最後段差も含めて説明させていただきます。はい、じゃあ次ね、歩き方です。普通の杖と一緒で、あ、ごめんなさい、もう一点ちょっと言い忘れてましたけど、このロフストなんですけど、この輪っかがついていることで、まあ、これはね、輪っかなんですけど、輪っかじゃないタイプもあります。こう U 型って言って、ここ閉まってないタイプ、それはちょっとできないんですが、この、輪っかのタイプであれば、仮にね手を離してしまっても杖はどこにも行かないので、これも一つの利点なのかなと思います。はい、じゃあ歩き方です。歩き方、どんな杖でもそうですけど、必ず、これ今1本しかないので、ちょっと今右側に持ってますけど、1本で使う場合はどんな杖もそうです、いい方に持ちます。はい、左がこの場合だと悪い方だとしたら、右側に持ちます。で、悪い方ですね、悪い方と杖を一緒に出す。で、右足を出す、左足と杖を一緒に出す、で、右足を出すっていう形で歩いていきます。で、もし可能な方であれば、歩幅を広げていけばいいだけ、杖と左足をまず出す、で、右足を前に出して、そのまま次、杖と左足を出して、右足を前に出しての連続ですね。で、じゃあ2本の場合どうするか、2本の場合ちょっとごめんなさい、今ねこのロフスト1本しかないので、松葉杖を代用してちょっと説明しますけれども、2本の場合は、まあ、松葉杖の要領でこう使ってる方もたまにいらっしゃいますけど、まあ、松葉杖みたいにこう両方出して、片方ずつ足を出す、まあ、結構脳性麻痺の方なんかこうやって使ってるケースもあります。あとはね、4本って言い方はどうなのか分からないですけど、まあ、右手左手、右足左足をバラバラに使うって方ですね、まず手右手左手右足左足右手左手右足左足っていう形で使ってる方もいらっしゃいます。結構ね、若い方で、脳性麻痺の方なんかであれば、両足に装具をつけて両手にロフスト持って、結構ねこう本当にこういう形で歩かれてる方がいらっしゃると思いますけれども、まあ、正しい使い方っていうのをね、ぜひ分かっていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあね、ちょっと歩行の解除の仕方ちょっと説明します。はい、じゃあね、山田くんがちょっと今、左足が悪い感じで、まあ、肩麻痺にしましょうか。じゃあ肩麻痺、これまたロフストだろうが、普通の一本杖だろうが何でもそうですけど、基本的には悪い方についてあげてください。なので反対向こうかな、なのでこっち側ですね、山田くんの悪い側、左側に僕が基本的にはついてあげます。はい、で一人で歩ける場合はもうこのまま見るって感じですね。で、崩れやすい方向っていうのは人それぞれなので、前にこけやすい方ではやっぱ斜め前、後ろにこけやすい方は斜め後ろについてあげるのがベストで、横であれば横ですね。ただ真横っていうよりかはどっちかにずれてた方がいいかなと思いますけど、まあ基本的には斜め後ろかなと思います。はい、なのでこのままついていくって感じですね。で、もし崩れたら、崩れる方ってどっちかって言ったらやっぱ悪い方なので、もし崩れた時はこのままこう受けてあげるですね。受け方なんですけど、できるだけ早く受け止めてくださいね。もちろんこうバーってこけそうな時にガッていったら、これはもうすごい力がいるし、僕自身介助者も腰痛めたりもするので、ちょっと傾いたら思ったらもうすぐ止めてあげてください。そしたらもう力いらないですし、安全なので、なのでいち早く気づくことが大事です。で、どうやったらいち早く気づけるかっていうのは、まあこれはね一つポイントなんですけれども、コツというかポイントなんですが、歩き方に合わせてあげる。ちょっと後で階段の方ではね説明しますけど、階段はバラバラにリズムを合わせてあげるのがベストなんですけど、歩行に関しては一緒の、リズムでついていく。そしたらおかしくなった時にすぐ気づきますんで、これは一つのポイント、コツになるかなと思います。どういうことかっていうと、そう、こうねゆっくり歩く時も一緒に足を出してあげる、左右、そう、一緒に、そう、こうやって出してあげる。これがたまにリズムが崩れると、そう、おかしいなってすぐ気づけるんで、なのでいち早く察知して止めてあげるってことが大事です。で、まあ、もう一点コツをお伝えするとしたら、まあ、解除する場合ですね、解除する場合、こういう方っていうのは重心の位置が結構ずれたりもするんで、
歩きにくかったりするんですけど、ちょっと助けたら歩ける方っていうのは重心移動をねちょっと手伝ってあげたらいいと思います。例えば左足を前に出して左に体重を乗せたい時はこの左に重心を乗せるように手伝ってあげる、ちょっとこういう感じで。でこの時のポイント、ただ手でこう押してあげてもどこまで押したらいいか分かんないじゃないですか。なので僕は自分の重心の感覚を信じてます。僕は間違ってないと信じてるんで。なので分かります、僕の今の動き、自分の左足に体重乗せる時の動きをそのまま手を使って伝えてあげるって感じです。なので左足に一緒に出す、でこの時に僕の体重の感覚でこう出してあげる、で次右足って感じでやってあげると、まあ、正常な重心移動が、まあ、一緒に伝えれるので、より安全にスムーズに歩行能力の、ね、練習にもなりますんで、まあ、ぜひ試してもらったらいいかなと思います、はい、で持つところがあるとしたらここね、脇というか上腕を握ってもらうといいかなと思います。こうしたらね絶対こう支えれるので、こけそうな時にガッと、はい、たまに良くない例で後ろズボン持ってる人いますけど、これはちょっと良くないですね。やっぱ不快ですし、最悪ズボン破れたら最悪なんで、はい、なので脇とか体を持ってあげるといいと思います。いつも言うように骨盤の周りだったり肩甲骨の周りっていうのをねしっかり持ってあげるとより安全にいけるんではないかなと思います。はい、じゃあ最後階段の方ね、段差ですね、ちょっといきましょう。はい、では段差ですね、段差の方を紹介していきます。前回の松葉杖とまあ同じなんですけど、基本的にはまあ杖と、悪い方ですねが基本的には段の下ということで、まあ今はね杖は良い方に持ってるので、右側が僕の右足が、まあ、強い方良い方やと思ってください。で左の足ですね、でこの場合はね両方じゃなくて片方のロフストっていうことでねやらせていただきます。なので悪い方の左足と杖は下に置いて、いい方の右足を段に乗せると。ちょっと今ごめんなさい、段差作れなくてベッド一番下まで下げているので結構な高さありますけど、ちょっとご容赦ください。はい、じゃあこのままこうね右足いい方の足で登りますと、はい、登りはこれでいいです。でもう一段あったらそのまままたここについて右足を上げてまた登っていくという形ですね。で下りなんですけど、下りも前回の松葉杖と一緒で悪い方と杖を先に下に下ろします。こうすることで右の強い方ですね、でこう踏ん張りが効くということですね。なので左と杖をゆっくり下ろしてこのまま降りていく、でもう一段あったらそのまままた杖と左を先下ろして降りていくっていう形です。はい、たまにね間違っていらっしゃる方いらっしゃいますので、まあぜひね注意していただきたいなと思います。間違ったら本当に膝折れ、悪い方で支えたりしたら、まあ、まず登りはいいです、登れないと思うし痛いと思う、まあそれだけなので危険はそこまでないかなと思うんですけど、下りに関して言えば、いい方ね先下ろしちゃうとやっぱり左足が悪い方なので、このままガクンって力が抜けたりとかしてしまうと、そのままもう、階段から転落ってことにもなりかねないので非常に危ないので、そこは絶対注意してください。はい、じゃあ次はねこの段差を解除するのはどうしたらいいかっていうのをやっていきます。はい、じゃあ今度はねロフストですけど杖なんでもそうです、階段とかで、まあ、段差もそうですけど解除する場合は絶対に段の下につくっていうことですね。なのでまあ登ってもらいます。そしたらいい方から登って、はい、もう一回いきます。さっきの僕と一緒で左が悪い状態ですね。なので右で登ってもらいます。でこの時絶対下に折ると、で登る、で仮に登りきれず落ちそうになったと、そしたらこう後ろから支えれますのでね、これが仮にさっき前から手でも引っ張ろうと一緒にそのまま落ちてしまったらえらいことなんで、必ず下に折ってください。はい、じゃあ登りますと、でこのまま登っていただくということですね。で、まあ、階段とかもそうですけど、下り、今度下り降りてきた時に必ずね解除する人はさっき降りる後ろ向きで、ただこっちも後ろ向きで階段降りるのは非常に危ないので、手すりとか壁はね必ず持ってもらったらいいです。はい、なので、まあ、ここに仮に手すりがあったとしたら、僕の場合こう手すり持ちながら支えます。はい、じゃあ降りましょうか。はい、悪い方から杖と左足から下ろします。そうですね、このままで仮にここで膝折れとか起こったとしても、ここでグッと支えれますよね。まあね一緒に共倒れってこともあるかもしれないですけど、後ろからこう引っ張って解除するよりかは絶対安全なので絶対下に乗ってください。じゃあ降りましょうっていうことです。こう
これで降りれるってことですね。で、一つね、注意してほしいのは、階段の場合は一緒に足並みを揃えるっていうのはちょっとやめてほしいかなと思います。まあどういうことかっていうと、ちょっと今階段ないんで分かりにくくて申し訳ないですけど、まあ段差を上りも下りもそうですけど、一緒にちょっと足踏みしてみて、こう一緒に後ろからついていくときに同じ足並みで介助ついていくと、あのバランス崩したときにね、僕も片足で支えてるような状態になるので危ないので、介助される側が両足ついてるときに、僕は片方を上ると、なんかバラバラで登るとき、僕も下に段があると思ってもらったら、悪い例は、こっちのね、患者さんが足を上げた段階で僕も次の段差登る、これをしてしまうと非常に危ないので、右足を上げたら待っとく、で足ついたなと思ったらそのままちょっと寄るで、上がりきってから僕が一段登るってことですね。はい、下りも一緒です。ちょっと後ろ向いてもらって、下りも一緒でちょっと片方を下ろそうとしてる時に、僕も次の段降りようとしたら、この段階でもし崩れてきたら僕も片足なので一緒に崩れる可能性が高いので、まずちょっと一段降りておくとか、余裕があればちょっとさっき降りてもらってから、ここまで来てからね次下ろすとか、ちょっとタイミングをずらす方がより安全に行えるので、そこもちょっとしっかりね注意してほしいところかなと思います。これはロフストだけじゃなく全てにおいてですね、はい、杖なくても、あの普通に階段後ろからついていく場合はタイミングをずらすってことをちょっと頭に入れてください。はい、ということで今日は、まあ、ロフストランド杖と、まあその他杖だったり解除方法をねちょっと説明させていただきました。いつもコメントと高評価の方ありがとうございます。これからも、こういう福祉用具だったり、その他のね介護技術の方も、動画の方にどんどん撮影していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。します。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。